夏は涼しい嬬恋村へ、風間温泉へ、万座温泉へ、浅間高原へ、菅平へ、軽井沢へ、草津町へ、志賀高原という、まあ、キャンペーンを勝手に貼ってますが、軍艦ポルカ、阿川博之先生の本の中に、軽井沢風景という商品があるんですね。小さい作品。野村航平は5月に軽井沢のホテルへ書き物の仕事に来て、東京と比べ空気があまりに爽やかですがすがしいのに驚いた。空気が美味しく味がある。